ここは群馬県渋川市にある宇和島駅。草津温泉方面へ行く特急草津が通る我妻線の駅です。なんとこの駅から徒歩10分かからないところに恐怖の橋があるとのことで、実際に行ってみたいと思います。駅の周辺は静かな雰囲気に包まれています。この宇和島駅は群馬県で一番乗降数が少ないそうです。駅を出たら小野上駅方向へ線路に沿うように進みます。線路に沿って10分も歩かないうちにその橋は見えてきます。その橋は第一吾妻橋梁といって、歩道と線路が一体となった併用橋。メンテナンス用の通路に見えますが、ここを自由に通行することができます。とにかく高さがあり、高所恐怖症だと本当に怖いです。そしてすぐ横には線路があります。しかも列車は徐行ではなく普通の速度でやってきます。列車からの圧と高さの恐怖を同時に味わえます。